Spinner。J-Wave Innovation World Ella Podcast from the Next Ella。後藤正文がナビゲートしています。イノベーションワールドエラー。ここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしておりますのはラッパーのバシさんです。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。いやー、ありがとうございます。いや、こちらこそ呼んでいただいてありがとうございます。なんかバシさんと一緒にできたからか、僕のソロ史上一番 YouTube のビデオが人に見られてるんですよね。すごい、 いや、よかったです。すごい感激して、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。参加していただいたのはね、ジ・エイジという僕のアルバムの曲なんですけれども、はい、あれですよね、ツイッターかなんかでお願いしたんですよね。そうですね、ツイッターのメッセージ、はい、ある日突然、はい、送っていただいて、はい、はい、いやね、いつか一緒にやりたいなっていう気持ちはね、あったんですよ。いや、めちゃくちゃそれが嬉しくて。あ、そうですか。確か夜中やったんですか、夜やったか、うん、めちゃ一人でテンション上がりましたね。あ、そうですか、嬉しいですね、はい、失礼なんですけど、熱心なリスナーではなかったんですけど、はい、なんかここ何年かこうチラチラかっこいいなみたいな思う瞬間がどんどん増えていって、はい、あれバシさん、あ、これインシストの人めっちゃかっこいいなみたいな形で、はい、あ、見ていただいてたんですね。そうなんですよ、なんかすごいいろんな人とのコラボの動画とか曲とかね、耳に入ってきたりとか、はい、です、なんかすげえ印象に残ってるのは最近のビデオだと思うんですけど、イルモアっていうトラックメーカーの人、はいはい、とやったトランクって曲でしたっけ。あ、そうです。そうそう、あのビデオがめちゃくちゃ良くて、嬉しい。で、曲も良くて、多分自分が感じてる、そう、社会とか仲間とかに対するフィーリングとか音楽に対する愛とか、はい、多分近い感じでやってらっしゃるのかなみたいな感じがしたんですよね。ありがとうございます、はい、シンパシーを感じていただいたという。そうなんです、シンパシーを感じて、多分一緒にやったらかなり素敵なもんができるんじゃないかなと思って。ありがとうございます、はい、だからなんかね、はい、まあ、こう褒められ続けるとちょっとやりにくいかもしれないんですけど、リリックの幅が広いって思ったんですよね。多分、はい、何でも書けるんじゃないかっていう、ちょっと難しいテーマとかでもバシさんだったら書いてもらえるなっていう認識だったんですよ、自分の中でね。そうですね、歌詞を書くのがすごい好きなので、はい、あの時期は結構そういうコロナもあって、うん、いろいろ音楽なみたいな、ちょっと腰が重かった、ちょうどそういう時期で。あ、そうだったんですね、はい、うん、なのでなんかゴチさんにそういうこういうことを歌いたいというのもいただいて、うん、すごい、むしろ背中を押してもらったというか、こう立たせてくれた、すごいタイミングだったんですよね。ああ、じゃあよかったです、はい、ジェージって曲はいいとこまで来てたんですけど、はい、最初は僕あれなんですよ、バース2つとも自分でやってたんですけど、これでも全然ダメだなと思っていて、あの文字数とビートでの体力がないから、2ついくとね、ちょっとね、やっぱりなんか視点があんまり広がんないなみたいな悩みがあって、はい、でちょうどバシさんになんかちょっとヒップなのやりたいみたいなことを言っていただいて、そうですよね、はい、でちょうどそのトラックのことを思い出して、はい、バッて送ったらもう想像を超えるラップが返ってきて、ちょっとめちゃくちゃ上がりましたね、本当聞いた時。いや、僕も失礼かなとか思いながら、はい、でも言ってみようみたいな感じでゴチさんに、なるべくちょっとゴチさん一緒にラップをやりませんかみたいな、はいはいはい、ラップ寄りというかラップをしませんかって言ったのもすごい本音というか、うん、あそこは抑えるべきではなくて、人様の作品ではあるんですけど、僕の中ではそういうなんか気分だったんですよね。そのやり取りがあってすごいところに着地できたので、はい、よかったなと思って、そのバシさんもこう、うん、いや僕はこうしたいですみたいなことが、今回ラッパー3人と作業してみて全員同じだったから驚いたんですけど、はい、みんなそれぞれに、いや僕はこうしたいみたいなのが絶対にあるみたいな自我を出してきましたか。はい、なんかバンドの人の方が若干なんていうんですかね、はい、空気を読みに行くっていうわけじゃないんですけど、うん、忠実に、そうなんですよね、はい、そういう点を取りに行くみたいな作業しないみたいな、はい、ラッパーってやっぱなんかこう感覚的にはストライカーみたいな、ちゃんとゴール入れますよみたいな、うん、感じがして、なんかすごいバシさんのそういう
音楽的な欲求を出していただいたからこそね、なんかすごいジェイジがすごいいい曲になって、うん、ありがとうございます。で僕一回なんかお会いした時に話しましたけど、はい、やっぱりちょっと僕が持ち前の皮肉屋っぽいムードでバースやったら、はい、それ口に合わないなそのビーフはって入ってくるところが、まだ僕のこと言ってないかもだけど、いい意味での切り返しっていうか、やっぱそのセンスが面白いなと思って。ラップ特に重きを置いてるのは、うん、すごい一小節目に何を言うかとか、一小節目にどんな入りをするか、うんうん、なんか全てそこがキーなのかなと思ってて、でそこをなんかフィールしてもらったのはすごい嬉しかったですね。ああそうですか。でも口に合わないなそのビーフはでも一気に持ってっちゃいますよね空気が、あ変わった場面がっていう、いや感じてもらったのが良かったです、はい、本当に。でもそっからすごいポジティブな方にどんどんラップを切っていくっていうか、しかも音楽を交えながらまた Wonderful World って歌ってる日を思い描いてるみたいな、はい、わーすげえみたいなそっちラインの方に行くんだみたいな、そこはやっぱり、うん、事前にゴチさんが割と資料じゃないけど、はい、まあ、こういうことを思ってるみたいな文章をいただいたじゃないですか、はい、あれがすごくなんか助かったというか、まあ、インスピレーション湧きやすい要素の大きな一つやったんですよね。あ、そうですか。はい。嬉しいです。それはそれで、うん、さっきのミュージシャン寄りの話じゃないですけど、うん、忠実にこうなるべくそのイメージに合うものと寄せるものっていうのを意識して、でも点を取るのはそういうフローであったりとか、なるほど、ライミングで見せれたらなというような、なんかちょっとそういう二軸な感じで書きましたね。いやすごい嬉しいです。ちゃんと大きな流れを組みつつね、はい、ディティールで切ってくる感じの感染点数を意識してはい。ゴッチさんも反応が1回目ですごいいい反応をくれたんで、あ、よかったなと。僕もあの場すごい気に入ってて、いや素晴らしいですよ。早くなんかこうライブでも表現したいなっていう。そうですよね、いつか生で一緒にやりたいですよね。バボヌアとかドラムを従えてこう、はい、ぜひ。最高に気持ちいいなと思って。うん、後藤正文がナビゲートしています、イノベーションワールドエラ、今回はラッパーのバシさんをお迎えしています。はい、いやはい、やっぱりね本当に何度聞いてもかっこいいですね。いやこの曲は本当にヒップなノリでとかっていうのを生意気ながら提案して本当に良かったなと。でそれをなんか理解してくれたゴチさんに感謝です。いやいやとんでもないです。なんかさっきの話の続きだと、これ歌詞の話を、はい、なかなかこうバンドだと仲間とできないんですよね。曲順とかを決めるのにも、はい、この曲の後にこの曲やだなとかあるんですよ僕歌詞、はい、書く人間なんで。バシさんもあります、はい、ありますね、うん、僕大体提案させていただく立場というか、はいはい、まあ、アイデアマンじゃないですけど、この曲はこういう感じで、うんうん、タイトルはこうで、ここにサビがあって、はい、とかって割とそこの役割を担当させてもらってて、はいはい、なので結局作っていくもうプロセスの中で、だいたいこれは1曲目とか、うん、これは起承転結の点の部分に入るとか、うん、はいはい、そこまでやっぱりイメージできてるんですよね、はいはい、今回のアルバムはちょっと明るいところからスタートとか、はいはいはい、でも次の作品はちょっとディープなところからスタートとか、うんうん、もう完成しちゃってるんで、はい、いかにこの反対意見が出てそのパズルがぐちゃぐちゃにならないようにいかにどう説得するかみたいな。なるほど。でも絶対こう説得するところには持っていくんですけどね視点がもうプロデューサーなんですね完全にね。かもしれないです、ね、と思います。なんかそれ、うん、同じこといつも僕もやります。なんかやっぱり曲順とか大事だし、もうこれ最後でしょみたいなとか、はい、もうでもメンバーによっては全然感じ方が違ったりして、最後なんかアジカンの場合はみんなで曲順考えたりするんですけど、はい、他のメンバーの曲順とかをこう、まあ、それは良くないって言ってる時のね自分にちょっとねなんか後ろめたさというか、ね、そのメンバーのバシさん、そうそう、うん、バシさんが言うようにそのメンバーの視点もそれはそれで一つのね世界の捉え方だから間違いではないんだけどなみたいなね、うん。あとどうですかその自分のバンドで音楽をやることと、はい、まあ例えばソロでいろんな客演も本当にバシさんのこと調べるだけで無数の曲が今出てきますけれども、はい、僕の場合は結構なんかアジカン自体がなんかちょっとバンドが大きいっていうのもあって
自分のバンドに行く時って大きなロボのコックピットに乗りに行くような感じなんですよね。ああ一員というような。そうですね、一員でもあるし、うん、ただこう手をブンって振ったらバタバタバタとなんか大きな動きになっちゃって、でもちろん他の人も、まあ、組織として大きいんで、その自分の意のままになるところがそんなにたくさんあるわけじゃないし、うん、みたいな。だからソロとかの時は割と軽やかにこうしてね、バシさんに DM 送ったりとかそういうことができるんで、はい、僕はまあフットワークが軽くて、ちょっとなんかソロの方が自分のプライベートというか肌身に近い音楽で、アジカンの場合はこう気合を入れて、よっしゃちょっとロックスターになってやろうかぐらいのこう気持ちを盛り上げていかないといけないところはあるんですけど、そのあたりはなんかバシさんどこもフラットにいってるようなようには見えるんですけど、はい、長い自転車あるじゃないですか、全員で漕ぐ自転車、はいはいはい、あれで休憩してもあのタイヤは回ってるじゃないですか。そうですね、あの誰かが漕いでるので、はいはいはい、うん、で誰かが疲れたら、まあ、自分が漕いでる局面もあったりとか、うん、ちゃんとバランスを休憩してまたサバイブしてとかっていうようなのがバンドで、うん、ソロはすごくこけようが乾燥しようがもう自己完結、うん、ただ自分が漕がないと止まってしまうので、はいはいはい、とにかくこう苦悩しようが何しようが出し切るみたいな、うんうん、パワーバランスは違うのかなみたいな。あ確かにその辺のありがたみはバンドにありますよね、うん、ありますね。メンバーも推進力になってくれるところが、はい、キャリアを重ねれば重ねるほど、はいはい、なんか休憩時間も増えたり、その代わり相手が疲れてたら自分が漕いだりとか、うん、なんかそんな感じですね。バンドはあと時々もなんか自分では絶対に思いつかないような何かが突然生まれる時とかがあって、はい、そうですよね。これは醍醐味だなと思ってやっぱりやめられないなってところはありますね、うん、ありますね、うん、なんかソロでもこういうバシさんと起こせたような化学変化はもちろんありますけどね、はい、なるほどね、うん、なんかあと聞いてみたいのはラップすることの内容とか、僕が思うに文化的な構造上、うん、俺とは何かみたいな、私とは何かみたいなところから、自分のシグネチャーみたいなフローとかも含めて言葉選びから生い立ちから、うん、そういうのをこう打ち立てたり知らしめたりするためにこうなんて言うんだろう、言葉が使われることがラップミュージックの中で多いなって思ったりもするんですけど、それだけではやっぱりやっていけないというか、キャリア的にね、うん、で、はい、まあ、ロックとかでもね、初期衝動みたいなものじゃずっとできないみたいなところもあって、はい、やっぱり言葉ってこうちゃんとテーマっていうのをどんどん持って書いていかないと、なかなか書き続けるってことが難しいんじゃないかと思うんですよ、はい、でヒップホップは特に見てると、これが当たってるか分かんないんですけど、その、はい、誰がその一番一瞬強く輝けたかっていうのを競い合うゲームみたいにともすればなってしまうかもしれないみたいな、はい、まあ、バッと光ってもうみんな消費されていくみたいな、でそういう中でもバシさんはもうずっともう98年からサバイブし続けて、はい、未だに新しいまたかっこいいの作ってるみたいなことをリスナーが思うようにずっとサバイブしてる。なんかその続ける秘訣って言ったらまあ言い過ぎなんだけど、どういう風に取り組んでるのかなっていうのは、20代30代とかかな、はい、はやっぱり何かをちょっとこう批判したり、うん、鋭い言葉で罵倒したりだとか、はい、やっぱり俺が一番だみたいなのが、はい、若い時に感化された、はい、まあ、ラップってかっこいいなって思った根源で、はい、でもある時な、うん、僕ラブバムっていうアルバムを出したのが2017年とかそのあたりなんですけど、はい、その時からなんかこうスピーカーとかから、うん、まあ、ご飯とか食べてて音楽聴いてて、はい、なんかすごい鋭い言葉とか誰かをけなすような言葉が来た時にパッとこう行動が止まってしまうというか、うん、あ、すごい耳がそっちに持っていかれて、あ、なんてこと言ってるんだろうみたいなリスナーの立場になって、はい、そういう風に感じたことがあって、それをきっかけになんか自分はそういうことはもうちょっと歌いたくないなとか、うん、こうマイナスになるような単語とか言葉を排除したいなって思って作ったきっかけがその
ラブバムっていうアルバムで、はいはい、一作前のアルバムですよね。そうです。で僕あのチャラさんとよくライブ、はい、あのサポートでラッパーとして呼んでいただくこともあったりして、はい、だんだんああいうなんていうんですかね、チャラさんってこう毎年キャリアを重ねていくごとにあの逆にそのどんどん若い世代と音楽を交流し合っていくっていうなんかスタイル で、うん、はい、それを隣で見させてもらってたり、うん、未だにその根源にある愛っていうすごい解けそうで解けないすごい最大のテーマをずっと何年も続けてる姿勢とかを見て、うん、どんどんそっちに影響を受けていったっていうか、あでそのラブバムから節愛っていうところにどんどん深くつながっていくんですけど、はい、うんうんうん、その2、3年前あたりから愛っていうものをいかにこう毎回毎回新鮮な形でアウトプットできるかみたいなことに特化して、で周りが何を言おうが自分はこれだっていうものを出していくっていう、でその出したものがヒップホップみたいな、あすごい腑に落ちました。なんかやっぱチャラさんとのなんか活動っていうのは結構外から見てても印象的で、毎回そうそうたるメンバー、すごいミュージシャン、音楽知ってる人たち、スキルのある人たち、はい、でも自分はそのラップだけしかやってきてないけど、なぜかこう隣に置いてくれるということはこれは何かあるんだろうなって、うん、リリックなんかもチャラさんは人に書いてもらうということはしなかったみたいなんですけど、うん、なんかバシなら書いていいよってある時言ってくれて、何作かチャラさんの書かせていただいてるんですけど、なんかそこからあもうこの方が自分のことをそう思ってくれているのであればこれは自分の長所だと思って伸ばしていこうみたいな、なんかそういうきっかけや勇気をいただいた人ですね。あ本当にいい出会いですね。じゃあね、やっぱり、はい、ありがたい出会いです。愛みたいなものって切り口たくさんあって、はい、ね、無限にですよね。だからそれすごい角度がいっぱいあるのがいいなと思って聞いていて、はい、うん、まあでも本当僕はかさぶたとかね、あの、流れて聞いてて最後に、はい、あの今を生きてって歌うじゃないですか、はい、うん、最後にあれがもうすごいね、こうあったかくねこうなってくるんですよね。嬉しいです。あそこはさっきの口に合わないなそのビーフはぐらい込めたあの部分なんで、うん、反応していただいてすごい嬉しいです。いや最後のもう終盤に出てくるもう最高ですねあのパートが。だから何か特に僕詩を書いてたりもするし、そう SNS とかもやってるじゃないですか、はい、で時々自分にものすごい違和感が出る時って何か物事をシンプルに言い切ろうとした時、はい、すごい違和感があって、それは一般化っていうんですかね、なんか主語がめちゃくちゃ大きかったりとか、はい、そういう時にすごい違和感があって、なんとなくあの僕がなんか詩を書いてしなきゃいけないことは世の中をの複雑なものを分かりやすく書き留めることなんかじゃなくて、複雑なことをちゃんと複雑なまま書けないといけないんじゃないかって思ったんですよね、うん、だからある一つの愛みたいな、愛って言葉自体がその僕らのフィーリングをシンプルなところに押し込めちゃってると思うんですよ、たった一言に、はい、だけど愛なんて語り尽くせないぐらい言葉があるから、うん、それについて取り組むのが詩を書くってことなんじゃないかと思ってるんで、はい、うん、こういうなんかアルバム1枚かけてそういうことを歌っていくってことにはすごい、なんて言うんだろう、シンパシーというか、まあ尊敬の念を抱くというかね、はい、いえいえとんでもないです、うん、それは。あ、なんか同じ時代にこういう取り組みをしている人がいるっていうのは、うん、なんかやっぱ最近特にそう思うんですよね。いろんなミュージシャンのそういうところがちらっと見えると、うん、めちゃくちゃやる気になるというか、はい、ありますよね、うん、そういうシンパシーを感じて、うん、自分も行動力が増していくっていうか、はい、そういう瞬間ってバシさんとかの隣に立ってこう胸を張って、うん、俺もちゃんと書いてるって言えるようにやりたいみたいな気持ちになるというかね、なんかそう、いや、そうなん、そう思うことがね増えてきて、まあこれなんか年を重ねてきたからかもしれないですけど、さっき言ったように昔はなんか人の表現のことを気に食わないところの方が探すの上手だったんですけど、うん、なんかあいつあんなこと言いやがってとか、俺より売れて畜生みたいな気持ちもあったかもしれないんですけどそういうのがだんだん削ぎ落とされてきて、なんかだんだんその人の良さとかこういうとこもかっこいいなとか、あともうちょっと深く聞きたいなと思ったり人の音楽とか、そんな風に思いましたね、思うようになってきて、ね、あとすごいあれですね、いろんな客演とかも
はい、まあ、椿くんとか僕のアルバムにも参加してくれて、でも椿くん知ったの多分俺、椿くんのアルバムもすごいいいと思ったんですけど、前作ったあのスイートウィリアムスくんがバックトラック作ったやつ、ジャスミン、そうかな、はい、はい、それで知ったのもそうだけど、でもバシさんともよく共演されててコラボね、でそういうとこからもう、はい、あ、この人かっこいいなみたいな風に思ったりしてるから、多分どっちが先だったから分かんないけど、なんか一緒に多分自分の視界には入ってきた印象があって、あとなんかたまたま今日はビデオがアップされたんですけど、どっちくんも出てくれたんですよビデオ、椿くんのいきなり北海道から呼んで、ちょっと友達も出てほしいみたいな感じで、でどっちくんもあれですもんね、バシさんの今回のアルバムがっつり参加してますもんね、はい、沖縄、そうですね、椿をきっかけに、トッチのことも椿が教えてくれたんですけど、うんうん、そこからあの節愛はどんどん椿の周りの友達、あとハングとか、はいはい、入っていただいたりして、うん、これだけで十分なのにっていうトッチの曲があって、はい、うんうん、それを教えてくれたのも椿で、はいはい、でなんかこうすごいいい曲なんで、自分もあのリリックを書き直してリミックスという形でどっちに作りたいっていうことを告白しまして、あ、そういうつながりがあったんですね、はい、そうなんですね、で了承してくれて、うん、でそれだけやっとあれなんで、まあ、素顔っていう曲でどっちにも歌ってもらったりとか、うん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 、すごいあの椿きっかけで、うん、1曲2曲またあのハングの曲もそうですけど、うん、増えていって、なんか節愛はこう形成されていったっていうような感じですね、うん、そういうのすごく羨ましいんですよね、アルバム1枚がその時のなんていうんですかね、バシさんの音楽仲間とかそのユニティ、はい、まあ、仲間をこう表すじゃないですか、はい、そうそう、そういう軽やかなコラボレーションというかね、お互いにフィーチャーし合うみたいな文化がすごい羨ましくて、ロックバンドってなんかずっとレーベルのなんか契約の縛りにやられてあんま試客演できないみたいな時代がずっと続いてる中、こうラッパーたちのそんなこんな当たり前じゃないみたいな、そうですね、自由度は高いかもしれないですね、ですよね、でもその活動のおかげで今やなんか日本のレーベルでも客演なんて当たり前だし、そうですね、ですよね、できないんだったらそのレーベルと契約しませんぐらいの人多分ミュージシャンいると思うんではい、なんかすごいありがたいなと思いながら、うん、今の話聞きましたけど、でも楽しみですね、今後もバシさんまたなんかどんどんすごい作品作っていくんじゃないかっつうか、はい、そういう風に感じていて、だってもう、そう、俺そんなにね、だからね、もっとそれはリサーチしなくてよかったんですけど、はい、バシさんこんなにあのなんていうのいろんな作品に参加してるのそこまで知らなくて、はいはい、そうそうそう、実はいろ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 どころかめちゃくちゃ多いと思うんですよね、はい、多分ね引っ張りだこぐらいだったんで、いやいやいや、そうそう、だから、はい、僕がなんか自分のライブに誘ったラッキーテープスとかの作品にも参加したりとか、はい、そっかみたいな、俺全然なんかもう半分生きって、うん、バシさんってやれるんだぜみたいな、いいだろうみたいな気持ちを持ってましたけど、いや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 、とっくにみんな見つけてるみたいなそうそう、とんでもないです、いやでもでもね、すごく楽しかったです、そのあとガヤとかのタイミングとかね、入れる言葉とかね、あ、そうですね、すごい良かったですし、勉強になりましたっていう、あれもゴチさんがうまい具合に編集というか声の位置も変えてくれたり、ここでもっと誘導すればビートが生きてくるとか、そういう位置に置いてくれたんやろうなっていう、ね、そうですね、最後追加で送ってくれたやつはなんか多分バシさんも、まあ、このくらいのやつをサンプルとして送るみたいな空気で撮ってくださったと思ってたんで、はい、割と多めに入れておいて、うん、後で調理してもらおうと思ってあの作業はしました。あとなんかラップを送ってきてもらった時にもう何本も、もうその重ね方、ここで増えてここで逃げてみたいな、はい、そういうのもすごいバッと分かったんで、はい、わ、めちゃくちゃ音楽的に組み立てられてると思って感動しましたよあのデータ開けていただくのってちょっと恥ずかしいですよね、そのアーティストのここはこういう感じかみたいな、内臓見られてるような感じで、わかります、はいはい、自分でも送るときちょっとどうしようかなみたいなこと思いますね、はい、僕の場合なんかエフェクトとかもファイルも送った方がいいのかなとかね、心配になっちゃったりとか、はい、でもすごい良かったです、送られてきたファイル、
ありがとうございます、はい、でも本当にあれですね、一緒にライブやりたいですね、はい、状況がね1年ぐらいかかっちゃうかもですけど、この先に多分少しずつ、はい、良くなっていくんじゃないかっていうことは信じたいと思っていて、ライブの環境も、はい、はい、で、バシさんのライブの告知させてもらいます。はい、はい、ありがとうございます。バシワンマンライブ2021でいいんでしょうか、ザ・ショー、はい、来年2月10日水曜日、はい、大阪ナンバー8、はい、2月18日木曜日東京リギットルーム、これ2 days ですね、はい、2月19日金曜日東京リギットルームで開催と、はい、めちゃくちゃなんかあれなんじゃないですか、その特に初日とか込み上げるっていうか、なんか、はい、うわーってなると思いますよね。いやー、もうすごい久々なんで、はい、ちょっと想像できないぐらいですね、うん、どういう感じなんですか、バンドセットですよね、ライブはバンドセットで、はい、前回の節愛を出してリリースツアーを回ったメンバーで、はい、はい、ソウルフレックスのメンバーであったりショーモアのメンバーであったり、はい、あとコーラスにコジコジっていう女の子がいて、はい、はい、そのメンバーですね。楽しみですね。ぜひぜひラジオをお聞きの皆さんも、はい、見に行っていただけると、僕も頑張って自分のアルバムのレコ発ライブを企画して、はい、ぜひバシさんと一緒にステージに立ちたいんで歌いに行きます。また連絡してもいいですか？もちろんです、はい、なんか楽曲もまた引き続き一緒にできたらいいですよね。スタジオも行かせていただきたいんで、はい、わかりました。また相談させてください。いや、もちろんもうこっちは喜んで頑張って書きます。はい、ありがとうございます。 From the Next Era、 今回はバシさんをお迎えしました、はい。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.